2024年の今シーズン、メジャー30球団の中でも最も注目されている球団といっても過言ではない大球団、ロサンゼルスドジャース。そしてこのドジャースの話題の中心には、今やメジャーのスーパースターになった大谷翔平がいつもいるが、大谷へドジャースの背番号17を譲ったのはジョー・ケリーというメジャー球界のベテラン投手だった。彼は身長185センチ、体重78キロ、2024年の今季メジャー13年目のシーズンを迎える現在35歳、背番号を99に変えたリリーフ投手。ケリーは最高球速が102マイル、約164キロに達する力強いファストボールを投げる投手で、配球割合としてはシンカーを軸にスライダーやナックルカーブ、フォーシームやチェンジアップをバランスよく投げ分け、奪三振を量産するタイプのピッチャーだ。ケリーはだいたいゲームの終盤に1イニング程度を任されるリリーフピッチャーだが、マウンドに上がれば必ず三振を奪って帰ってくる高い奪三振率をマークしており、2023年の昨シーズンでは奪三振率 13.73 という圧巻の成績をマークしている。闘争心あふれるケリーのピッチングは多少波が荒い部分はあるが、35歳になった現在も衰えを見せることはなく、むしろここ数年ではファストボールの球速は上がっていた。現在でも100マイルを超えるボールを普通に投げるケリーだが、2021年や2022年のシーズンではファストボールの平均球速は98マイルだった。しかし2023年の昨年は平均球速が99マイルと年々年を重ねているにもかかわらず、ボールの平均球速は上がっていた。今シーズンがメジャー13年目になるケリーは、この長いメジャー生活でカージナルスをはじめレッドソックスやホワイトソックスにも在籍した。2019年から2021年の間にはドジャースにもいたが、2022年から昨年の7月まではホワイトソックスに所属していた。昨年のシーズン前半、ホワイトソックスで投げていた成績は31ゲーム29イニングに登板し、防御率は 4.97 とリリーフ投手としてはとても厳しい結果になっていた。ただ7月の後半にドジャースへと移ると、このシーズン後半戦では見事なピッチングを披露し、2023年のドジャースでの成績は11ゲーム10イニングに登板し、防御率は 1.74、 19個の三振を奪い、奪三振率 16.55 という打者を圧倒する支配的なピッチングを見せた。彼の場合、三振を量産する力強いピッチングを見せる反面、一番懸念されるのはフォアボールの多さで、制球力は決して高いとは言い難く、ヒットを打たれる数よりもフォアボールの数の方が多かったりもする。制球さえ安定すれば打たれる確率も非常に少なく、何より奪三振率が高いケリーは十分にリリーフ投手としてチームに貢献できる貴重なピッチャーだ。2024年の今シーズンは大谷翔平に背番号を譲り、心機一転99番という新たな背番号でマウンドに上がることにはなるが、ぜひ今季も闘志あふれる気迫のピッチングでドジャースのゲームを盛り上げていただきたい。